催眠ラジオ。このラジオは催眠というキーワードを通してご視聴していただく皆様の人生や考え方をちょっと豊かにしたいをモットーに楽しくトークしていく番組でございます。はい、私司会進行役レイジこと田中りんなです。お願いします。そしてあなたの願いを形にする魅了の催眠術師葉月です。よろしくお願いします。すごいクリスマス仕様だよ。わーかわいい。何トナカイだよ。トナカイだよ。あ、じゃあ後ろもね。あ、パンダさんかな。パンダさんもいろいろクリスマス、なんかあれですね、サンタさん、ね、サンタさんがたくさんいてトナカイがあずきさん一人だけという。トナカイ、あのレイチェルがサンタコスプレっていうから、はい、これだけはドンキで買ってきました。もうこれ結構ずっと着てるんでな、謎のなんか茶色いシミが、シミがある。ちょっと見せちゃダメですね。あってこれなんだろうって自分でもよく分かんない。醤油のシミっぽい。洗ってあげて。洗ったら取れそうだけど。取れそう。そうそう、前回ねコスプレするっていうお約束のもとしてみましたけど、ね、ちょっと手抜きですいません。かわいいトナカイさん。トナカイね、なんかレイチェルに使われてる身です本日は。サンタさん、サンタさん。かわいい、ね、12月。もうイルミネーションとかすごいですよね。早いね。早い、本当に時が経つのが早くて。この間年明けてなかった。やばい、この間確かに早いね。なんかイルミネーション近くに行くとやっぱカップルがたくさんいるので、うわ、リア充がたくさんだなと思いながらいる。なるほど。私も目にすら入ってない。行き急いでる。行き急い。そうか、そういう季節か。そういう季節です。早い。そして、コメントも来てて、お、ミヤから、ミヤさんいつも見てくれて。楽しみって言ってます。ありがとう。ありがとうございます。ミヤさん豆だからね、私の方にもいっぱいコメントくれてます。ああ、よかったよかった。ありがとうございます。応援していただいて。ありがとうございます。でここでですね、うんうん、ここのコロナ対策についてを。あれ、もう早いね。あ、本当ですか。ちょっとやってからトークしようかと思って。いつも、はや、なんか、ってなってるから。いいよ、のんびりトークして。いいですか。やった。やばい。のんびりトークして。トークして。一段落したらそれをやりましょう。やりましょう。やばい、なんか私は行き急いで。行き急ぐ人々。ここぐらいのんびりしときましょう。のんびりしましょう。12月のじゃあどうよ最近。最近ですか。最近はもっぱらなんかプロレスのになっちゃって。そうだそうだ。レジル好きなのね。ずーっと。YouTube の動画見て、うんうん、友達に本当にこの技だけかけていいってそんな好きなんだ言うぐらい、もうまんじゅう固めはめちゃくちゃやってみたくて、まんじゅう固めすごい珍しいね、なんか女の子にプロレス。本当ですか。でも今流行ってんの、若い子たち。でも結構流行ってて、なんか個人的にはやっぱイケメンのレスラーさんがたくさん増えてるなって印象で、まあ、昔の方ももちろんイケメンさんたくさんいるんですけど、うん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 、私の一押しのレスラーさんが高橋宏夢選手っていう、知らない、レスラーさんがいるんですけど、今日誕生日なんです。おめでとうございます。ちゃんと後で調べます。高橋さん調べてください。めっちゃかっこいい。かっこいいんだ。イケメンは好きだからね。いやめっちゃ多いですよ、イケメンさん。でもさ、なんか結構怖くてさ、プロレスって。ああ、とか血とか出るイメージとかある。あ、そんなでもないの。血はデスマッチは血はめっちゃたくさん出るんですけど、でその、あの普通のって言ったらあれですけど、うんうんうん、まあ、対戦するやつだったら、うんうん、そんな乱暴ではないです。そうなんだ。はい、なんかエンタメなんだよね、プロレスはね。そうですね、うん、やらせなんでしょ。いや、そんなことないですよ。違う、ごめん、あんまよく知らないんだけど。でもストーリーがね、エンタメショーなんだよね。そうですね、なんか掛け合いとかもめちゃくちゃ面白くて、試合中になんかお互い筋トレし始めるのとかたまにあって、まあ、そこからなんかまあ相手が油断してる隙にキックしたりとかっていうのあるんですけど、うん、勝負はガチなのか。勝負はガチです。勝負はガチなの。そこはね、なんか私も女子プロレスラーの友達がいて、うん、負けたらいつもへこんだりとかしてるから、そこはガチなんだなっていう、うん、なんか試合後の、あのなんか
インタビューとかで本当ヘロヘロになって、そかそか、来たりするので、すいませんやらせとか言ってる、ね、ふざけました、申し訳、真剣にやってますでもお芝居なとこもある、お芝居エンタメなとこもある、そうですね、まあ、うんうん、お互いのなんか得意技があるので、それはきちんと見せるみたいなのあると思うんですけど、うんうんうん、もう勝負はガチでやってます。え、じゃあレイチェルやるの今後？いや、できますかね。え、やりたいんだ。リングアナめちゃくちゃやりたくて、あの女子プロの方だと声優さんが今リングアナウンサーやってて、もうそれ目指してリングアナレスラー、レスラーじゃないかリングアナ声優目指して頑張っていこうっていう。そうなんです。おっかーだって音が出た。赤コーナーってすごいやりたいですね。私の全然知らない世界だわ。ぜひ一緒に、じゃあ今度見に行きましょう。見に行くか。今イケメン見れるな、ね、イケメン見れます。イケメンはこう、イケメン ね、私は今ね舞台ですよ。また久々半年以上ぶりかな。おお、告知も出てますもんね。告知出したね、うんうん、コメディー、コメディに出させていただくことになって、その稽古プラス、お笑いも引き続きやっていて、でさらにファンクラブも立ち上げたのですよ。そこ大事。そうなのよ、ファンクラブが今意外にも好評で、おババババって登録もいただいたりとかして、 なんかやること多くてわちゃわちゃしてます。え、これかかるんですよねこれ、あ、これこれ、入会費みたいな。あ、入会費は無料もの会員さんもある。今あの立ち上げたばっかだから無料でも楽しめる。おお、みんな無料だって今入るなれましかない。そうそう、無料のところは楽しんでもらって、でもこれ以上はお金ないとっていうプランもあるその時にはね、ちょっとそうで、レイチェル今日この後ね、そのファンクラブイベントに出てもらう、はい、出れますので、よかったら無料登録しといてください。連続で出てください見てね。そうそう、催眠か、女の子たちに催眠術かけるっていうのをあのやってる番組、 YouTube 番組のファンクラブを作って、うんうん、でその、まあ、見てる人たちは自分でも催眠かけたいかったりとかするわけですよ。だからもうライブ配信でこの催眠かけてっていうのをリアルタイムでやっていくっていうのをまあ目玉にしたファンクラブって感じかな。なんかあれですね、なんか例えば推しの姿を見たい、なんか照れてる姿見たいみたいなのとかも全然ありってことでしょ、コメントで。そう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 、好きになる3人かけ、まあ2人でやるからね、レイチェルが私に惚れてるだけのシーンになるかもしれないレイチェルね、よくかかってくれるからね、もう常連です、常連なのそんなファンクラブを立ち上げるのも結構大変でさ、一個一個企画練って、そこに対してなんかこうどうやるかとか、あと私のセクシーブロマイドが買えるのよ、ニーズあるのかわからないけど、もう買うしかない、買っていいよ、あのエロいよそんなのも売ってたよ、まあ、でもね、なんかそっちがそんな売れ、そこまで売れてなく、意外になんか私が普通に自然体なのでやってるのが売れたりして、まあ、ファンの人たちの動向はよく分かんないって思ったりしてるところですが、はい、ということでそろそろ私が息急いでたやつを じゃあやりましょうか、はい、いきます。はい、コロナ対策について、うん、演者スタッフの検を行っております、はい、換気は50分に1回行っております、うん、番組入れ替え時スタジオ内すべて消毒しております、うん、除菌機器を導入してます、うん、鳥越あずり FM のスタジオには窓があります。あの緊急のねサイレンや台東区の緊急放送が入り、お気苦しい点があると思いますがご理解よろしくお願いします。なんか今日さっき通りましたっけ、まだ通ってない、番組中はまだ通ってない珍しい、ゼロ日の日はないからやたら通るけども、そうですね、じゃあちょコーナーの時は私先生だから外しとこうかな、はい、インプロの時にまたつけようかな。それでは最初のコーナーに行きましょう。教えて葉月先生、イエーイ。の催眠術師葉月さんに人生をちょっと豊かにする心理学の知識を教えてもらうコーナーです。今回のキーワードは何でしょうか。今回は
心理的法話です。心理的法話、これはですね、三日坊主が対策できる、すごくためになるお話を今日は用意してきました。あ、今日は私のため、いつも私のためだけど、レイチェル三日坊主、三日坊主です、なっちゃいますか。ファンの人も公認の三日坊主。あ、そうなの、ファンの人公認三日坊主女なのね。はい、そしたらね、三日坊主しないで済むようになると思いますよ、うん、今日これ見終わった頃には。ではスライドお願いします。心理的法話がもう心理学的用語の三日坊主にあたります。何らかの刺激がない同一の作業を繰り返した際に、いわゆる飽きが来て、これを続ける意思がなくなることです。現象的には作業効率が低下する現象が見られる。法話に達するまでの時間を法話時間というが、法話時間は人、作業の種類、作業場面などの、種々の要因に規定されるというふうに言われております、うん、ちょっと難しいけど、まあ、とにかく飽きるから三日坊主になっちゃうわけですよね、うんうん、で似たような言葉で こんな言葉もあります。次のスライドお願いします。順化という言葉があります。これもですね、似たような感じなんですが、繰り返し受ける刺激に慣れてしまうことによって反応が薄くなっていく現象のこと。循環は何らかのメリットやデメリットが生じない作業や行動を繰り返し行い続ける場合に起きやすい。大きな太鼓の音を聞いて最初は驚くけど、だんだん驚かなくなっていくような時も起きています。慣れるとほぼ同じ意味で使われている言葉になります。ということで、まあ、心理学的な、解説をすると、三日坊主ってこんな現象、こんな言葉になるわけなんですけれども、じゃあ飽きていない状態というのはどういう状態なのかを今度説明していきます。次のスライドです。飽きてない状態とは、脳内の報酬系、快感の感覚を与える神経系が活性化している時です。これ前回やりましたので、アーカイブよかったら見てください。報酬系っていうのね、前回やりましたけども、この報酬系っていうシステムは記憶と連携していて、初めての情報に対しては大きく活性化し、すでに知っている情報については記憶の分が差し引かれて残った分だけ活性化するようになっていると言われております。これどういうことかちょっと分かりにくいので、図にしてみました。次のスライドです。報酬系の刺激が小さくなって飽きていく例がこんな感じです。例えばね、アイドルのコンサートに行きましたと。で、初めて行った時はとにかく興奮するわけですよ、うん、でも刺激のね、アイドルのコンサートの刺激のがバッと入ってきたら、とにかくもう楽しくて嬉しくて、報酬系の活性度はもうめちゃくちゃ大きいわけです。ただそれにね、そこを何回も体験して10回アイドルのコンサートに行ったら、その刺激は量は一緒なんだけれども、10回分の記憶が差し引かれるので、快感っていうのは小さくなっていっちゃうわけです。そう、人はね、何度も繰り返し見てるものや似ているものに対してはあまり快感を感じずに飽きてしまうっていう性質があります。で、じゃあちょっとこっちに戻していただいて、というね、性質があるわけです。あ、ここにちっちゃく出ててもいいかな。はい。でね、この性質、まあとにかく刺激、報酬、その報酬の量は一緒なんだけども、慣れていくっていうのが脳のメカニズムです。で、これ前回もね、報酬系やりましたけども、この報酬の分類でいうと、動物的なね、肉体的な報酬でいうと食事とかね、セックスによる快感なんかもあったりする。で、あと人間的な報酬でいうと、物理的な報酬だとお金とか物とかね、何かを獲得した時に感じる快感、あとは達成して得られる報酬だと仕事を達成した時に感じる快感だったりとか、感覚的だと美的感動とかね、知的好奇心が刺激された時、社会的な報酬だと人に褒められたり自分の地位を感じた時に感じる快感、ビジョンによって得られる快感、夢や理想を思い描いた時に感じる快感などがあります。あとは、短絡的短期的な
報酬でいうと、タバコとか薬物とかアルコールなどの摂取だったりとか、仮想世界で得られるゲームとかギャンブルなどによる快感とかね、いろいろ快感があるんだけれども、まあ、これもうずっとね得続けてると、快感がちっちゃくなっていくよっていう仕組みがありますと。で、じゃあ人はなんで飽きるのか、意味があって飽きてるわけです。それが次のスライドになります。なぜ飽きるのか、人間は飽きると新しい刺激を求めるようになります。刺激によって学習し成長します。これを繰り返して人類は自分たちができることを増やしていき、あらゆる生存競争に勝ってきました。飽きるとはいわば生き残るために備わっている成長システムとも言えます。もう人類は本当に、ね、弱かったんですよ。だって牙とかもないし、二足歩行だから四つ足の動物たちよりも遅いしで、ね、体力もないし、体もそんなにこう大きい動物と比べたらね、強いわけじゃ、ちっちゃいわけだし、弱かったんです、自然界の中で。どうやって生き残っていくか、成長するしかなかったんですよ。脳みそを使って新しいものを学んで学習して成長していくしかなかったわけです。だから人類が生き残る戦略としてはこの飽きるっていうのは必要だったわけです。で、飽きた後人はどういう行動をしていくかっていうのが次のスライドです。あ、こっち画面消しちゃいましょうかね。私たちの画面、すいません。はい、飽きた後人はね、今いる世界において飽きていくと違う世界に行くようになります。で、違う世界に行って、また飽きたらまた違う世界に行って、飽きたらまた違うところに行ってっていう風に、こういろいろとね、刺激を求めてジプシー状態になっていくわけですよ。で、このジプシーになるのも別にそれが悪いというわけじゃないんだけども、人間はね、生物学的な仕組みでそちらの方が都合がいいということで、飽きて次に行く、飽きて次に行くっていうことをして成長をしていってるわけです。ただ飽きてしまうとその場にずっとね、とどまっていられないわけですよ。これが三日坊主につながっていってしまうので、じゃあどうしたらいいのっていうことなんですね。で、次のスライド。飽きさせないためにはどうするか。人は必ず飽きてしまうので、内側にね、今いる世界に刺激を作って同じことが続けられるようにすればいいというわけです。どういうことということなんですが、それが次のスライドね。さっきは外に行っちゃいましたと。でも今いる世界に刺激を置いて、刺激を、報酬をいろいろね、持ってくることによって、今の世界の中でじゅんぐりじゅんぐり飽きるのを繰り返し繰り返し、次々次ってやっていけば同じことを、続けられるよっていうことになります。だ、これは例えばね、長く続いていく夫婦生活だったりとか、会社経営だったりとか、コミュニティの運営だったりとか、あと教育だったり、まあ、いろんなとこにね、応用も聞かしていくことができるわけです。だ、ポイントは同じ世界の中で刺激を仕掛けていくこと、そしてその世界の中で起こるものとして納得感があるものを用意していけばいいというわけです。で、納得感があるっていうのは自分らしさが大事になっていくわけなんだけれども、だから奇想天外なことをして刺激をね、求めていくとかではなくて、自分らしいこと、自分の、中での挑戦がね、していけるような形にしていくのがいいんだよっていうことになってきます。では、まあ、具体的な三日坊主の対策をご紹介します。それが次のスライドです。はい、まずは不快感をなくす、そして報酬を決める、小さな目標にする、定期的に他人と約束する。私はこの4つがね、かなり効果的なんじゃないかなと思って、自分で実践してもね、実際続いてきたことがあるので、こちらを挙げさせていただきました。で、まずはじゃあ不快感をなくすっていうところなんですけど、例えばね、ダイエットするっていうねことを決めた時に、三日坊主になっちゃうのは、飲み会に出られないの辛いとかね、そういう、こう不快感があったとします。で、この不快感をなくしちゃえばいいんですよ。飲み会は OK ってしちゃえばいいんですよ。だけど参加した次の日は、例えば一食はファスティングね、をする、酵素ジュースを飲むとかね、一食はちょっと控えるようにするっていう風に、ちょっと一個ね、何かこう置き換えにしてあげるとかをするといいわけです。だから飲み会は出ちゃうにすればいいわけです。
あとはジムにも通うのがなんか嫌なんだよね、 なんか億劫になるんだよねっていうのであれば、もうその不快はなくしちゃえばいいんです。オンラインレッスンでね、ズームでオンラインで受けちゃうとかね、そうすればわざわざジムに行く時間を、ね、取らなくて済むので、不快感がなくなっていくので続けやすくなります。で、続いて報酬を決めるってことなんですけども、例えばもう1キロ痩せるごとに大好きなアイドルの写真を買うとか、そのさっきのねプロレスのなんかそう好きな人の写真を買うとか、あとは1キロ痩せたらもうマッサージを受けるとか、1キロ痩せたらちょっと大好きなね、こうアクセサリーを買ってみるとか、もう物理的に報酬を与えてあげてください。そうすると自分で決めたねルールではあるけれども、そこに向けてやろうっていう風に報酬系が活性化していきますので、もう報酬を決めちゃってください。さあ、そして、小さな目標にする。もうとにかくこうこの1週間に10キロ痩せるとかね、それだとやっぱりもうやる気なくなっちゃうわけです。無理だってなってね。だけど1日に例えばスクワット10回するとかね、もう腹筋5回するとか、もうそんなんでいいんですよ。ちょっとした小さな目標をただ続けていくってことにすると、人は疲れててもできるレベルのことだったらやっていくわけです。だから目標はちっちゃくする。でその目標が積み重なっていくと結果大きいことにつながっていくので、ね、小さな目標にするっていうのをやってみてください。そしてこれめちゃくちゃ今私もまさにやってるんだけど、定期的に他人と約束する。他人を巻き込んじゃうとやれます。例えば一時期私映画をね学ぶっていうことをやってたんだけど、それはもう一緒に映画を見る人を決めてね、1週間のに1本見るっていうので報告しやすくて、これを見たよって言って報告するみたいなことを、人を巻き込むと結構継続的に映画見れたりとか、あとは今やってるのはオンラインダイエットやってるんだけど、ダイエットのコーチをつけてもう約束して入れちゃってるわけ、うんうん、で週に1回その先生と会うっていう風に他人と約束するともうやらざるを得ないからやっちゃうんですよ。なのでこの4つを使ってみると三日坊主は結構解決しちゃいます。なのでぜひやってみてもらえたらいいんじゃないかなと思います。レイチェルどうだった？使えそうかしら？いやー、なんか小さな目標にするっていうので、うんうん、結構自分の中でめっちゃ大きな目標を立てちゃって、うんうんうん、なんかその大きすぎて、なんか最初はよし頑張るぞみたいな感じでやる気出すんですけど、だんだんはぁーみたいな。目標大きいと人はね泣いていっちゃうからね。うん、あとなんか不快感をなくすとか、なんかこれは OK っていう風にしてて、ちゃんと報酬も自分の中で決めてて、うんうんうん、ちょっと三日坊主やめたいですね。まあ報酬系をうまく使ってね、うん、って人はもう飽きる生き物だから、うん、だからこの自分の世界の中で飽きない仕組みを作っていくと続けられるんじゃないかなって思います。以上、教えて葉月先生のコーナーでした。休むぞ。あ、コメント届いたって。じゃあコメントを読んだりとか。ありがとうございます。皆さんたくさんコメント。てかさ、私のスライドのレベル上がったと思わない？全部私が作ってんのよ。すごーい。すごくない？ありがとうございます。あ、ミヤから。ミヤさんなんて。サンタコスかわいい、ありがとう。そして、葉月さんのファンクラブに入ればチルノも見れるんですか？これは入るしかってきてます。そうです。その通りです。ぜひ入ってみてね。まあ、後で YouTube、 最初は YouTube で無料開放して、でその後にファンクラブ限定の動画をやっていくので、まずは YouTube 見てもらえたらと思います。お願いします。皆さんもよく見てくださいね。YouTube が何度も出てるやつやってきます。やります。私はサミかけないけど。かけられる方。かけられます。この後ね、スタジオ予約してるんでね、うん、移動して今日はもう配信デーだね。確かに配信デー。はあ、なんかもうちょっと休もうかな。今日はのんびり。なんかもうさ、ラジオ出ながら言うのもなんだけど、忙しくて疲れてんのよ。本当に昨日も結局、はい、
まあ、この、三日坊主についてやるのは決めてたけど、資料をガッて作り出したのはもう夜中の12時から始めて、で資料を送ったの見たでしょ、4時ぐらいに送ってたでしょ、何にも忙しいで、ね、多忙な、ちょっと休みを取って今日午前中は個別セッションをね、やってきたっていうね、人気者わー世の中葉月を求めている葉月さん超プラス思考、プラス思考、そうなの、なんか授業がねいろいろ多岐にわたってきたからね、芸能の方もしっかりとやりつつ、あの研修、あの経営者向けの研修とかやってるんですよ。すごい頭良さそうでしょ、うん、良さそうでしょ、すごい、そうなのよ、芸能もやって、もう芸なんだろう、舞台もやって、そうそう、お笑いもやって、セッションもやって、すごい、すごいよね、催眠もやるし、そうなのよ、マルチ、マル、ま、もうマルチの中のマルチです、ね、マルチの中マルチだよねそんな動きで動いてる人いなくないよな、いない、いやよくやってるよね、褒めよ、褒めよ、よしよしでもレイチェルも忙しそうだよね、そうです、ちょこちょこって感じ、プロレスやったり、あ、プロレス皆さん見てるの見てます、プロレス見たりコスプレやったり、コスプレやったり、この間もお芝居出てたしね、そうですね、出たり、今日も日中に声優のお仕事やって収録してきて、おう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 、バババってかえ、あのここを来てって感じです、忙しいじゃん、ね、売れっ子売れっ子、お互い売れっ子だね、お互い売れっ子、ちょっと今のうちだよ、気軽に喋れるのは確かにお高くなってくから、ね、お高くなって、はい、あ、そうだそうだ、最近の話題言ってなかったよ、お、前回言ってないよね、フジテレビ出ましたよ、あ、ツイッターで言ってましたよね、ツイッターで、ね、ー、言ったけど、ついに売れっ子の兆し、なんかもう地方局とかね、テレビ埼玉とか、あの神奈川テレビとかはね出させてもらったけどね、フジテレビキー局は初めてだったので、すごーい、売れっ子の兆し、いや、来年は超テレビ出まくるぞ、おー、楽しみに、楽しみが増えました、しじゃあだいぶ休んだからいいぞ、はい、次の、それでは続いてのコーナーはこちら、お悩み相談のコーナー、イエイ、このコーナーは視聴者の皆様のお悩みに対面セッション担当人数2000人を超える葉月さんに解決していただこうというコーナーです、はい、今回のお悩みはラジオネームポポさんからいただいております、ポポさん、葉月さん、レイチェルさん、こんにち は、こんにちは、私はなかなか本音を言えません、これを言ったらどう思われるんだろうとか、うん、人の目を気にしたり、言いたいことがあっても自分が我慢すればいいやと思って我慢してしまいます、だから人と接すると疲れてしまいます、本音を言えるようになるにはどうしたらいいでしょうか、という質問、あ、質問ではない、お悩みです、はい、ポポさんありがとうございます、ありがとうございます、まずね、あのこうやって相談してきてる時点で素晴らしいから、そこ褒めてあげてね、なんだろう、もうポポさん真面目なんだろうね、文章から見てもね、今日はじゃあ本音を言えるようになるそのコツを、お伝えしたいと思います、ポポさん、あの多分すごい我慢しちゃうのかな、あの自分こんなこと言っちゃいけないとか思うかもしれないんだけど、まず一番最初にしてほしいこと、自分の気持ちを自分に対しては OK 出してほしいんですよ、あの自分の気持ちにすらこう耳を傾けられてない気がする、押しつぶしてる、こんなこと思っちゃダメだとかね、こんな風に言ったら嫌われるからいけないって自分ですらダメってしてるんだけど、それはあの過去のねアーカイブとかもいろいろあると思う、あの見てくれたらと思うんだけど、あることはあって OK なのよ、あらせてあげて、だからあのこんな風に不安な自分がいるとか嫌われるかもしれないとか、あの本当はこうしてほしいんだっていう気持ちは OK にしてあげて、あの本当は、例えばじゃあ、仕事、この仕事は私しんどいから、一緒にやってほしいっていう気持ちがあるんだとしたら、持ってること自体は OK なのよとか、もっと悪口もいつもいつも私に押し付けてふざけんなって気持ちがあってもいいのよ全部 OK なの、あの自分の中の一部だから、なんかね、ネガティブなことは思ってはいけないっていう風に世の中されてるんだけど、あの出てくる感情はOK、OK というかもうあるんだからしょうがないじゃん。
例えばさ、ここにさ、このクリスマスツリーがありますと、なんであるのってしないでしょ、うん、あるんだもん、あるよねで OK じゃん、あるよねって、うん、マイクあるよね、ある OK、 全部 OK を、まず自分の感情を全部 OK にするってところをしてみてください、まあ、それだけでもだいぶ楽にはなると思う、うん、で、あとはね、法則を知ってもらいます。あの人ってさ、なんかあの誰かが何かしてるときって、それやりたいからやってるんだよねって普通に思ってませんか、うん、例えばお母さんがあの、料理を作ってるときってすごい嫌々やってるとかって思って なかったでしょ、子供の頃とかも。とか人が仕事してるとき、その仕事を選んでやりたいからやってるんだよねっていう風に人は思っていて、嫌だったら言うよねってなんとなく思っちゃってるんですよ、じゃない？レイチェルがここに出てて、いやいやいるって思わなくない？嫌だったら葉月さんもう MC 降りますって言うよねって思ってるわけですよ。だからその作業をやってたら、やりたいからやってるって思われちゃうよってことなんです。だから我慢すればするほど実は嫌なことを引き寄せちゃうんだよっていう法則があることは知っててくださいね。そこはだから、損してるんだなっていうのをこう体感しましょう。だから嫌ならあの言うだろうって、人のことは思ってんの、あのポポさん自身も思ってない、あの人はやりたいからやってんだろうなって、きっと人のことは思ってるはず。じゃあね、ノーと言ったら、やりたくないとかね、本音を言ったらいいんだけれども、言えないわけだよね。で、言えるようにしてきます。で、なぜ言えないのかっていうのをあの解析していくと、要は受け入れられないかもって思うから言えないわけですよ。ノーを受け取るのが人って怖いのよ。でインプロとかね、練習していくと脳を受け取れるようになってくるんだけど、あのこの後ね、コーナーとかでもやってるインプロあるけど、あの脳を受け取るのが人は怖いけどね、脳って脳でしかないんだよ。脳は悪いことじゃないの。脳はただの脳、返事、はい、いいえ、その返事なだけで、実はそんなに意味はないことなんだけれども、人は脳がダメだっていう風にちっちゃい頃からの教育で刷り込まれてるんだよね。まあ、それをまず知りましょう。脳は脳でしかないよ。そして、100万回の後の、後にはイエスが来るかもしれない。最後の脳の後にはイエスが来るんですよ。だから諦めなければイエスも来るし、あの脳に一個一個に意味はないっていうことを知っててください。ね、アドリコムにもあるじゃん。何度でも何度でも何度でも立ち上がり呼ぶよ。ね、そういう精神です。なので 100万回のあと101万回目にはイエスが来るかもしれないっていう、まあそういうあの脳に対するね、意識をね、あの転換させていくのもいいんじゃないかなって思います。でも言えないよあるかもしれないんだけどまず本音を言うことがあのすごいね、苦労する、あの労力を使うってことだと思ってるかもしれない。そこの意識も変換させていきましょう。本音を言うってことは自己紹介みたいなもんです、うん、あのわがままとかじゃないんですよ。ただ私はこう思うよ、あなたはどう思う、ここまでセットで聞いてもらえば、何らあの自己主張激しいわがまま女とかにはならないです。で、例えばさ、レイチルさ、私はさ、はい、あのラジオでこれぐらいの音量で話すのがいいかなって思うんだけど、はい、レイチルはどう思う？全然いいと思いますみたいな私はこう思うけどあなたはどうって聞けばいい、うんうん、で、あとはあの私埼玉県出身なんだけどさ、レイチェルは？私福島出身ですと一緒これとただ一緒なだけ。だ本音、レイチェル実はさ、私この後さ即座にご飯食べたいんだけどさ、どう、レイチェルはどう？私も食べたいと思ってました。なんか全部賛同してくれるけどね。まあこれで脳が来てもいいの、私はいらないが来てもいいの。これだけの話、本音を言うって難しくなくない、うん、ね、あのイエスだろうがノーだろうが別にどっちだってよくて、相手の選択は自由なわけだしね。でノーはノーでしかない、イエスはイエスでしかない、どっちにもいいも悪いもないんだよっていうことになります。伝わった、うん、ポイントね、まずは自分の感情、あることはあらせる、あることはあるんだよ、あって OK、 全ての感情を OK にしましょう。そして人っていうのはやりたい、やってることをやりたいからやってるんだなって思ってる、
なので、あの、我慢し続けてるとそれはどん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  やりたいからやってるんでしょうで、どんどん嫌な仕事も押し付けられちゃうから、あの、やっぱり本音は言った方がいいんだよねってこと。でも本音を言えないことは何でか、ノーを受け取りたくないから、受け入れられないことが怖いから。だけどノーはノーでしかないよ。最後のノーの後にイエスは来るよ。そして本音を言うってことはわがままではない、単なる自己紹介みたいなもの。相手の気持ちも聞くとこまでセットにすれば何にも怖いことはないんだよ、ということです。レイチェルどう？いや、私もあんま本音言うの得意ではないというか、うんうんうん、なんか自分が我慢すればいいやみたいな感じでなってたんですけど、うんうんうん、なんかやポポさんと本当に同じ心境で、うんうんうん、自分の考えもちゃんとなんか自分で受け止めて、なんか今後はなんか相手にちゃんと本音を言えるようになりたいですね、うん、なんかノーって言いたいけど、でも言ったら絶対相手嫌な気持ちになるなみたいな感じで思っちゃって全然、うん、まあ、自分がノーを言うのも言えないね。言えないので、私はこれ嫌だなと思ってるんだけど、うん、これやらなかったらどう思うとか、そういう言い方でいいんじゃないかな。一緒にやっていきましょうね。やってねー。やってみましょう。以上、悩み相談のコーナーでした。はい、番組では毎回お悩みを皆様からメールで募集しております。メールアドレスはサイミンラジオ @gmail.com です。皆様からのたくさんのメールお待ちしております。待ってます。そして宣伝です。催眠術が体験できて潜在意識のこともたくさん学べるセミナーを毎月定期的に Zoom で開催しております。 QR コードを読んでいただくか概要欄をご確認ください。たくさんのご参加お待ちしております。お待ちしてます。はい、たくさんいっぱいあるのでね、ぜひぜひセッションを受けてみてください。はい、お待ちしてます。以上、以上、終わり、終わりということで休もう。休もう。まだ時間はあるね。ある。あ、またコメント来て。みやさん、マメだね。みやさんじゃないかもしれないけど。ドキドキ。みやさんでしょう、きっと。でしょう。うん。あ、ありがとうございます。なんて？推しを応援し続ける、推しを応援し続けることは今回の話で納得できた。でも刺激を与えるのってはどう、与えるのはどうやったら続けられるのかな。刺激を与えるの、ん、でも推しを応援し続けて毎回毎回気持ちいいんだよね。じゃあ、うん、いいんじゃないのじゃなくて他のことで、他のことで刺激をするのはどうしたらいいか。だからそれは自分にとって気持ちのいい報酬を、あの、考えることですね、うんうん、例えばダイエットだとしたら、あの、1キロ痩せたらさっき言ったようにね、あの、なんか自分にご褒美与えてあげるとか、刺激を自分の中でいろいろ、まあ、刺激も変えてったりしてもいいし、うんうん、あの、日常的に続けられる報酬を自分に与えてあげるってことです。答えになったかな。なんか続けたいことあるのかな、皆さんもね。ね、あるのかな、うんうん、ぜひ。まあ、レイチェルを応援はずっとしてるもんね。そうですね。もうだってレイチェルと知り合って2年ぐらい経つんだっけ。2年ぐらいで私たちね、はい、その間ずっとミヤさんいるもんね。ずっとずっといるよね。ありがたいことで、レイチェルと共演するといるよね。あ、ね、あれも来てたのかな、根血脈とかもね。あ、来てました来てました、ね、根血脈。あれ、根血脈また出るんだっけ。あれ、あ、私は出ないです。あ、次は出ないのか。そうなんです。しばらく舞台はないのか。ちょっとお休みですね、うんうんうん、期間。ふう。私は続いてるのよ。年末にあって今度2月にもある。すごーい舞台。しかも2月のは実習公演だからね。ねー、そうなの。園田秀樹先生ね、あの、インプロ教えてくれてる先生の脚本をやれることになって、すごい、園田さん演出で私が結構企画をしてるっていう、うんうん、でピアノもいて、おしゃれ、おしゃれなのも企画してるので、また詳細決まったらご案内しますね。ぜひぜひ。なんか10分じゃあそろそろ次のコーナー行きますか。じゃあそろそろ、じゃあ行きましょう。続いてのコーナーはこちら、インプロゲームのコーナー。イエーイ。インプロ即興
劇のことです、うん、台本も役も決まってないアドリブの演技です、うん、心理学とも深い関係がありこのストーリー作りのノウハウは人生に大いに役立てられます、うん、このコーナーではそんなインプロをちょっとだけゲームを通して見せていきたいと思います。今回のインプロゲームはスピリットファイヤーです。どんなの？なんかね、おすすめの休日の過ごし方についてお話ししていきます、うん、その話す中に、まあ、例えば私が休日の話をしてて葉月さんがポンと単語を放り込みます、うんうん、話し相手は放り込まれた単語を全て使っておすすめの休日の過ごし方を話していくというゲームとなっております。なるほど、はい、じゃあもう早速やってみよう。やってみよう。じゃあ私が休日の話をするからレイチェルが単語を、はい、ぶっこんできてください。了解です。じゃあ行きます。はい、葉月さん、休日の過ごし方はどんな感じで過ごしてんですか？私はね、もう猫とひたすらイチャイチャしております。もう可愛いの、うち2匹猫がいて、上がモブくんで3歳で、下が今、7ヶ月のポエちゃん、女の子、可愛い、お兄ちゃんと妹の猫をね、もうめっちゃめでております。悪魔、悪魔がこの間来たのよ。そして猫と遊んでたらね、悪魔が来てね、猫をね食べようとしてきたの。だから私もうこの間の休日はもう悪魔との戦いだったわけよ。でね、悪魔がね、本当に手、なんかアニメに出てくるような、なんか耳あって牙あって尻尾あって黒くてなんか持ってて、猫を奪おうとしてくるのよ。でプレゼント、プレゼント攻撃をしてくるの、その悪魔は。猫になんか美味しい、なんだろう、猫が好みさ、チュールみたいなのとか、なんかささみみたいなのとかをプレゼントしてくるわけ。雪だるま、雪だるまみたいにたくさんのプレゼントを用意してきてるわけ。もう次から次へと猫たちを誘惑するんだけど、でもね、ダメよ、モブくん、ポエちゃん、行っちゃダメよって言って、一生懸命私は守ってね、こっちの方が美味しいよって言って、なんか一生懸命こっちにね来るようにするわけ。プロレスになってくるわけよ。そうすると悪魔と私のもう絶対に負けてられない、この負けられない戦いがここにあると思って、猫たち奪うなって言って、もう私首絞めて、そんで悪魔を最後首絞めてやっつけて殺しました。勝ちました。カン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 。ちゃんとなった。面白いという休日の過ごし方でした。プロレスはそうか、ね、猫たち守ったよ私。あ、偉い、かわいい。あ、これつけるつけとこう。じゃあ今度レイチルの番に行きますよ。はい、それでは、レイチルの休日ってどんな風に過ごしてるの？はい、私は神社巡りが好きなので、ほうほうほう、神社に行って御神社集めて過ごしてます。なるほどね。もう癒されに行ってます。草履、草履を履いたですね、お坊さん、お神主さんにこの間出会って、はい、そしたらちゃんとお賽銭は投げましたかっていう、すごい失礼なこと聞いてくるんですよ。チョコレートパフェ、チョコレートパフェをね食べるためにお金を持ってきてたのに、あ、ちゃんと入れたんですけど、もうチョコパフェの食べるお金がなくなっちゃったんですよ。もう神主さんどうしてくれんねんみたいな感じで思って、3匹の小豚になんとその神社内で会って、めっちゃ可愛い、なんで神社にこうなんかねいるのと思って、普通は馬じゃないみたいな感じで思ったんですけど、シャルウィーダンス、そしたらシャルウィーダンスの豚ちゃんたちが踊り出して、この豚ってそんな見せ物豚だったのみたいな感じで急激にこう踊り出したんですよね。でそしたら豚ちゃんがブーブーブーって一緒に踊らないかって言われて、おむつおむつを履いた豚ちゃんと一緒に踊ることになって、あ、可愛いな、ではなんでおむつ履いてるんだろうと思いながら豚ちゃんと一緒にシャルウィーダンスをしてきました。やったー。シャルウィーダンス、謎の話、謎の話、神社でシャルウィーダンスで3匹の小豚と踊ってチョコレートパフェは食べられず、食べられなく、お金がなくて残念でした。そんな私たちの休日でした。はい。ということで、はい、こうインプロね毎回やってるけど、やっぱりこの
なんだろうな、言われたことに臆せず突き進んでいく私たちなわけですよ、うんうん、ね、そうです。そうするとね、人生が明るくなるのよ、うん、みんなもインプロやろ、やりましょう。興味ある人はダイレクトメールください。招待しますよ、まあ、インプロのインプロ一緒にで、私のその勉強会もインプロ体験できるし、役者さん関係の人は、うん、そう、一緒にね、インプロの園田秀樹先生に、ね、習うとかもできますので。リンちゃんも習ってるよ、ね、どうインプロやって。いやー、なんかでもなんかファって言われたことに対して、うんうんうん、なんかそのパって言えるようになったなっていうのはすごい感じます、うんうんうん、なんか今まではああみたいな、ね、感じになってたんですけど、なんか結構お笑いライブの MC とかさせていただいた時とかも芸人さんとの絡みがすごいスムーズになって、うんうんうん、すごいインプロのおかげだなってすごい感じます。それはそう、うん、ラジオでも全然喋れるよね、うちらね。あ、喋れます臆せず喋れるよね。臆せず、前まではどう、なんか、うん、聞かれた声に対してはこう言うけど、自分からは言えず、こうああみたいな感じになってたので、うんうんうん、インプロのおかげでございます。そうなのよ、インプロ人生明るくなってくからね、うん、ぜひぜひ。だからうちのお母さんと妹もね、ね、そうなんで、ハマってやっちゃってたりとか、ね、家族でインプロやってたりするので、すごい楽しくやらせていただいてます。じゃあそろそろエンディングにね。そうですね、そろそろ入っていきましょうかね。じゃあ最後にね、うんうん、告知をね、うんうんうん、2人のしていきたいと思います。では、はい、ツイッターかな、ツイッターを、はい、私たちやっております。はい、で、魅了の催眠術師葉月で調べてみてください。そしてそしてそして、レイチルは、はい、レイチェルのツイッターのアカウントもあります。黒丸、まだね、若い時の、まあ、7ヶ月なんですけど、うん、3、4ヶ月ぐらいの写真です。もう今ではちょっとでかくなってますちょっと黒丸がね、ここにいるんですけど、黒丸うちのぽいちゃんと超そっくり、めっちゃ似てますよね。あー、そう、お風呂から出たらね、黒丸ちゃんが待っててくれたんですよ。かわいい、たまらん、会いたい、癒されるぜひツイッターね、2人ともやってるので、うん、よかったらフォローよろしくお願いします。そして YouTube チャンネルもやっております。はい、もう8000人もうちょっとでいくかな。ねえ、なんかもう目指せ1万人だよね、まだ、うんうんうん、ぜひぜひこっちも見てください。レイチル時々出てますんでね、出てます。今日この後ライブもこちらのチャンネルでやるので、あるのでよかったら見てください。はずきの潜在意識チャンネルね、こちら心理学のね学びがあるところなので、こっちもよかったら見てください。お願いします。そしてレイチェルも、YouTube チャンネルやっております。更新してる？あ、してないです。してしてあれするって言ってなかったさ、ちゃんとするって言ってた。あ、でも福袋の時期になってくるので、福袋開封またやるそっかのでいや来月はきっと新しいのが更新されてるでしょう。たくさん福袋買う予定なので、よかったらチャンネル登録してくれたら嬉しいなと思います。はい、お願いします。はい、そして何か出演の告知とか。告知あります、あります。まずはお笑いライブ、お笑いライブが12月は2回出ます。この間50組中1位だったかな、すごいよね。ありがとうございます。12月11日と12月20日、クリスマスも出ます。25日、新宿バッシュで11時55分から小猿ライブっていうの出ますので、1200円、たった1200円なので、よかったら来てください。お願いします。そして年末の舞台ですね。年末の舞台、劇団 BMI、うちに来るって本気ですかっていうのをやります。すごい。12月の28、29、30でやっていきますので、私は、なんかどっちかのチームなんで、詳細見て来てくださいどっちかにお願いします。こっちも来てください。はい、ということで、もうこれを今ね、ほんと稽古で面白い役どころよ。おー、すごい絵柄がめちゃ、なんですかね、なんだっけ、あの月掛先生のやつ。あ、確かに似てるね。なんか似てるなと思ってなんかもうほんと笑えるお話なので、楽しんでもらえたらと思います。はい、お待ちしてます。お願いします。ご視聴いただいた皆様、本当にありがとうございました。次のね、葉月の催眠ラジオは1月1日元旦にやり
は。そうなのよ、私たち簡単よく働くわ、働く、ちゃんと生放送しますからね。はい、スタッフの皆さんもよろしくお願いします。元旦からお仕事お願いします。次は明けまして、明けましておめでとうになるね。なりますね。1月1日ぜひ、ね、皆さん落ちると思うから見てくださいね。お笑いライブを見る、お笑い番組を見るんじゃなくて私たちを見てください。そう、見てください。お願いします。14時から、あ、14時から放送になりますのでよろしくお願いします。それではまた次回もぜひ見てくださいね。バイバーイ。